ねんねママねんねママ寝かしつけならねんねママ、こんにちは、ねんねママです。いきなりですが、やらなくていいことやって大変になってませんか、というご問いかけですね。育児、特に1年目めちゃくちゃ大変なんですけれども、実はみんなさらに大変に自分でしちゃってるっていう傾向があります。ただでさえ大変なのに。なので、やめられること見つけてやめていきましょう、ということで楽にする工夫についてお話をしていきたいと思います。今回は本当はやらなくていい3つのことのお話です。必ずしもやらなくちゃいけないわけではないのに、なんとなく自分でやらなきゃやらなきゃってなりがちなものを集めてみました。それ見直すだけでね、楽になれるはず。やらなきゃって思いすぎてないか見直してみてください。まず1つ目、夜中のお世話です。夜中のお世話自体は、まあ月齢によっては必要なんですけれども、やりすぎてるかもしれないということで、ちょっと見直してみてください。特に夜間授乳については、生後6ヶ月頃までは一般的に必要というふうにされていますが、ただ3回も4回も授乳をしていて、授乳の回数が多かったりとか、授乳以外に例えばおむつ替えとか声かけとかやってることを心当たりありませんか？新生児1ヶ月ぐらいはおむつね、ちょっとかぶれちゃうのが心配であれば1回ぐらい夜中に変えてあげてもいいかなと思うんですけれども、まあそれ以降に関してはうんちをしていなければおむつは変えなくて OK です。おむつ変えると覚醒させることにつながってしまうので、夜中におむつを変えたことによって、あれ？ピカーン、起きていい時間っていう風に赤ちゃんが思ってしまう可能性がありますので、まあ、なるべく変えない方がいい。例えば工夫としては、夜だけサイズアップしたおむつにするとか、あとはパンツタイプにしてみると漏れは防げるので、そういった工夫をしてみるといいかなと思います。あとは夜中にも優しく声掛けをしたり、よく飲んでるねとか、ごくごく飲んでるねとか、あーそうなの、年齢できないのって話しかけてみたりとかね、丁寧に泣かせないように接してみたりっていうのも、やらなきゃやらなきゃって思いがちなんですけれども、実は夜中にやらなくてもいいことだったりもします。親子の絆を育む期間として、もちろん小さいうちにね、親子の絆しっかり育む、愛着形成をするっていうのは大事だし、そのために泣いたら対応してあげる、要望してることに応えてあげるっていうことは大事なんですけれども、そのコミュニケーションの育成、絆の養成っていうのは日中にやったって十分なんですよ。何も夜にやる必要はなくて、夜間に愛着形成をしようとする必要はなくって、日中にコミュニケーションできているなら十分です。で、夜は寝る時間だということを教えてあげれば、夜中泣くこととかもなくなっていきますので、だんだんに手を離すことが可能になってきます。で、それどうやったらできるのっていう話は、年トレ動画としてこのチャンネルでもずっと発信をしてきています。もちろん夜中のお世話をしたくてとか、全然これが好きなんですっていう風にやっていただくのは全然自由なんですけれども、本当はやりたくないのにやらなくちゃって言ってやってる場合は、やめることもできます。やめることも選択肢ですよ、やめてもいいことなんですよ、という思うだけでちょっと目線変わるんじゃないかなと思います。2つ目、泣いてるのをあやして泣き止ませるということです。泣いてる時ね、泣き止ませなきゃってどうしても本能的に思うことあると思います。私も本当に泣かれるの無理で、脳が自分をせき立ててくるというか、こう責められてるような気持ちになっても、1秒でも早く泣き止ませたいっていう衝動に駆られますけど、赤ちゃんにとって泣くっていう行為って、脳にとってのストレス解消でもあるんですね。涙を流すストレスを緩和するって、まあ大人でも言うと思うんですけど、そういうね、ストレス緩和する脳内物質が分泌されるんですよ。なので、むつも綺麗でお腹も空いてなくて、暑かったり寒かったりもないのであれば、しっかりストレス発散させるために見守ってあげるっていうのも、一つ信頼関係の養い方かなと考えられます。3つ目、パパに気を使いすぎ。これもね、非常によくあるんですけど、寝かしつけ強化クラスでもね、たくさんのママの話を、私これまで累計で1200人程度お話聞いてきてるんですけど、みんな、ものすごくパパを大切にされているっていうのを本当に思います。2人育ててるんじゃないかなと思うぐらい、赤ちゃんにも気を使うけど、パパにも気を使って皆さんいらっしゃるなという印象です。で、よくおっしゃるのが、パパを寝かせてあげないといけないのでとか、パパが起きちゃうのでリビングに連れてってますとかね、まあ、上のお子さんが起きちゃうからっていうことなら、私もパパ親ですよっていうのを思うことはよくあります。もちろん、ね、それぞれ事情があるとは思います。例えばお仕事柄、運転が職業だったりとか、高いところに登るような職業だったりとか、睡眠不足でミスしたら大変っていうことって事情あると思うので、寝かせてあげなきゃいけないって思う気持ちは、それも非常に差してあり余るんですけれども、でもそうでないケースもあるんじゃないかなって思います。第一子の時の私がまさにそうだったんですけど、子供が泣くたびに授乳して、それでも泣き止まない場合は、もう子供を連れてリビングに行って、パパも寝かせてあげなきゃ
きゃって思ったりとかしてたんですけど、ただもう途中からこれ無理だなっていう風に気づいて、もう一緒に起きて分担してもらう。そうじゃないとパパに当たり散らかして結局まあみたいになって自分がもう限界突破してしまうので、一緒に起きて分担してもらうようにお願いしました。でパパもその時言っていたのは、具体的に言われないと何をすればいいかわからない、まあ、おっぱいあげるっていうことは自分はできないから起きても戦力外だしっていうような状況だったっぽいんですよ。なので具体的にこれをしてほしいっていう風にお願いするのが大事なんだなってその時学びました。あとパパに関してね、寝かせてあげようってするだけじゃなくて、結構家事とかお料理とかも気使ってる方もいらっしゃるなっていう印象で、育児してるだけで大変なのにご飯とかお掃除とかまでやってあげられなくてっていうこともあるんですけど、その大変じゃないですか、無理じゃないですか。お昼寝してもらってその間に家事したいのにご飯作りたいのにって皆さんおっしゃるんですけれども、もう私としてはその間ぜひ休んでくださいと思います。で何分あるかわからない休憩じゃないですか。ずっともう起きるかも、もう起きるかもって思ってたらもう休まらないですよね。だからまして抱っこで下ろせないとかっていうこともあるので、そんなにやらないでぜひ手を抜くっていうことをポジティブに捉えてほしいなと思います。反対に必要で追加すべきことってなんだろうっていうのを考えてみて、例えばねシッターさんとか家事代行とか作り置きとかそういうのもありますよね、お惣菜とかね、そういうのも考えてみて、ぜひ自分を楽にする道を選んでみてほしいなと思います。でそう言ったって夜中に楽したくたってもう泣いちゃうからお世話しなきゃいけないんだもん、どうしたらいいのという場合は、そこをどうやって改善していくかっていう方法を寝かしつけ強化クラスや個別相談でアドバイスしておりますので、私に聞きに来ていただければなと思います。強化クラス個別相談概要欄にリンクありますので覗いてみてください。この動画の参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ねんねママ、ねんねママ。